お久しぶりにやりますよ。ホットイールの謎者中の謎者、ゲテモノシリーズからのアイテムで、個人的に一番のゲテモノロッドと考えている、クロックロッド層、今話題のワニのミニカー、なんですね。でもコラボとか、そういうんじゃないのでご安心ください。時期やカラーによっては、100円で販売されていることもある、クロックロッド、言い方変えると、100円で売られたワニになるわけですね。もちろん体はありませんし、何の悪意もありませんので、ご安心くださいませ。また、便乗して、今の時期にあげているわけではありません。そもそも便乗って何ですかねと、まあ、久しぶりにコント風にスタートしました。それではビシッと行きましょう。レッツゴーホットイール。このモデルのデビューはなんと2008年からで、実に歴史のあるモデルなんですね。2021年現在で13歳という長寿アイテムにあたります。ローシルエットにメタルシャシーで、走行性能は相当高いです。ホットドッグのホットイール、ストリートイナーと良い勝負するくらいの実力者で、スペックは高いです。運転席はありませんが、ツインのスーパーチャージャーを装備しています。相当本気のホットロッドであると推測されますが、運転席がないので、AI での操縦が考えられますね。このマシンの魅力はご覧の通りのワニなんですが、これにズボッとハマれば大好きになれるんですよ。現に私はズボッとハマって、カラーバリエーションを4つほど一気に揃えました。まあ言ってしまえば、一般的には不人気商品と言えるんですが、この細部に宿った魅力に気がつくと、ズボッとハマってしまいます。フロントに見える、食いしばったパと、ノーズ部分のディテールがたまりませんね。そしてこのつぶらな瞳、見てみろよこの可愛い瞳を、と言いたくなるくらいつぶらです。もしかしたら、ここが運転席なのかもしれませんが、相当タイトな作りになっていますね。背中のラジエーターもなかなか精密で、もえん見応えがあり、そのままエンジン、マフラーへとディテールが続きます。比較的珍しいと思われる、フロントミッドシップで、本気度を伺えますね。そして背中の彫刻も、ワニっぽさがギュギュッと詰まっているのが素晴らしく、尻尾が少し上を向いているのが美しい。今回は変則的な紹介になっていますので、お気づきでしょう。そう。手抜きで前半の説明は共通で使用してカラーバリエーション展開に対応させます。全部で4色なので動画を各色1本ずつと4台セットで1本合計5本の動画を展開する予定です。皆様もしよろしければお付き合いいただけると嬉しいのでよろしくお願いします。今回はグリーンボディでメインパーツは3部構成という超シンプルな作りになっています。実は2020年にリツールが入り、4部構成から3部構成になりました。ここら辺りは後日ご紹介いたしますのでお楽しみにどうぞ。というわけで、このシンプルになった2020年版ですが、カラーリングが良いので、お気に入りのアイテムになっています。ちなみにメッキのエンジン部分が2部構成から1部構成になったのですが、2019年以前のモデルのエンジン周りは見応えあるディテールになっているんですよ。メーカー的には改良ですが、ファン的には改悪になるのです。しかし、
そういう部分を楽しんでこそのホットイールとも言えます。最後まで見てくれてありがとうございます。またよろしくお願いしますです。またねー。バイバイ。